鬼頭京一鬼頭京一は日本の作曲家。東京音楽学校本科在学中に学徒出陣、終戦17日前に霞ヶ浦航空隊で飛行訓練中に事故死した。戦後70年にあたる2015年、戦死した遺骨が故郷の愛する人のもとに帰る情景を描いた歌曲雨が初演された。大正11年6月10日。 名古屋中心地で酒問屋を営む父、義一、母、茂子の四人兄弟の長男として生まれる。実家近くにあったキリスト教系の幼稚園で賛美歌を耳にしたことが、教一の音楽の原点であった。幼少期の教一について二歳年下の弟、哲夫は次のように証言している。兄は幼い頃から、珍しいもの、新しいものを好み。 やりたいことや欲しいものはとことん追求しなければ気が済まないやんちゃくちゃなわんぱく小僧でしょっちゅう両親を困らせていました。科学雑誌、子供の科学を定期購読し、私を巻き込んで模型飛行機や発電機、モーターなどの製作に夢中になり、時には手製地雷などを創作し野外で爆発させて大人たちを驚かせることもありました。その一方、 ジョックにハーモニカで出演したり、子供劇団に参加して、主役を演じたりもしています。勉強など全くしなかったのに、昭和10年、名門、愛知一中に合格しました。進学してからの兄は相変わらず勉強はそっちのけで、自分の好きなことだけをやる、不良少年でした。しかし、正義感は人一倍強く、同級生にビンタを食らわせた教師に詰め寄り、 謝罪を勝ち取ったこともありました。中学2年の時、弟、鉄夫ら3人で出かけた、えな山で騒乱、新聞にも連日取り上げられた。その時のことを妹、秋子は次のように証言している。数日後発見、保護された時、鉄夫は用意されたおかゆも食べられないほど疲労困憊していたのですが、今日一はおかゆどころか、 そばにあった入り豆をすべて平らげてしまったので、その強さと、がむしゃらぶりに皆が驚いたそうです。愛知一中4年生の頃、京一は突如音楽で身を立てる決心をし、ピアノのレッスンを開始した。その頃の京一の様子を、弟、哲夫、妹、秋子は次のように証言している。兄の音楽に対する思いは一途なもので、他の教科に全く興味を持たなくなるほどでした。 兄が当時のいわゆる電築でクラシックのレコードを聴いているとき、こぞっと音を立てようものなら声には出さなかったものの、ものすごい目で睨みつけられました。だからレコードを聴き始めたときには抜き足差し足でこっそり部屋を出るようにしていましたまた、後に音楽学校、戦火で机を並べた笹井千恵子は今日一から次のようなエピソードを聴いている。 子供の頃はあまり弾かなかったピアノのレッスンを受けるため、出かける自称家の玄関からでは気まずいので、2階の裏窓から外出着と楽譜を縄で吊り下がろした後、下着に近い格好で家を出、外で服を着て、レッスンに通い、また何食わぬ顔で帰りに物を2階に吊り上げたそうです。昭和15年3月、愛知一中を卒業ご両親の反対を押し切り、上京。 延々調布にある親戚の佐藤家に身を寄せながら、東京音楽学校作曲家入学を目指し、本格的な音楽の勉強を開始した。やがて両親の許しも得て、ピアノを買ってもらい、猛練習に励む。同年9月7日、東京音楽学校、専科に入学。専科は、お茶の水にあり、上野の文教場と呼ばれていた。音楽学校を目指すもののみならず広く、 一般に音楽を教授する役割を担っており、希望者は全員入学することができた。専科入学式の模様を、笹井千恵子は次のように記している。東京音楽学校専科入学式の時、黒い爪りの学生服を着た作曲家の男の子がいた。動画の嫌になまっちろいのが印象に残っていた。この頃京一は、 満州国建国一周年報酬楽曲に応募し、入選、七宝焼きの大きな花瓶を送られている。白い歯を見せ、歯に噛みながら京一は次のように話していたという。ベッドに腹ばいになって、角砂糖をかじりながら書いた曲が入って、申し訳ないことしちゃった。やがて京一は、親戚宅近くの借地に小さな家を建ててもらい、当園のおばの世話を受けながら、 戦火のレッスンに通うとともに、ピアノを水谷達夫、作曲を細川緑の個人教授で勉強を重ねた。ただ中夜を問わずピアノを弾き続けたため、近所から次曲がら不謹慎である。と新聞に投書されたりもしている。新聞を手にしながら今一は次のように語っている。困った音の助という名前の投書だ。困った音のつもりだろう。住所は書いてないが、 向かいの親父に違いない。ピアノ乱ぞにうつつを抜かすとは、自説柄、怪しからぬことだとほざいておる。昭和17年2月、佐藤家の長男、正さが、ビルまで戦死、京一は彼を追悼する、鎮魂歌を、作曲、検定した。この、鎮魂歌は、現在残されている京一の作品中、最初期のものである。昭和十七年、百四十二年四月、 東京音楽学校作曲家、余香への入学を果たす。同期に、ダニークマ、大中音、村野浩二がいた。音楽学校では、真次、清細川緑に作曲を指示する他指揮法も学んだ。翌年4月には作曲家、本会新旧、同期は、京一の他ダニークマ、大中音、島岡譲、村野浩二、友野明を、 竹上陽子の計7名であった今日一の短い男生活の様子を伝えるエピソードがいくつか残されているので以下に記す。男時代僕は福家でラッパやってたんだけどある日鬼頭がちょっとラッパ持って一緒に来てくれって言うんだ。どこ行くのかなぁとついてったら寮らしい建物の前でラッパ吹けと言う。なんでこんなとこでと思いながらパッパーとやったら 窓から一斉に若い女の子が顔を出した。もう恥ずかしったらありゃしない。やがて玄関から一人の女の子が出てきて、鬼頭と嬉しそうに喋ってる。ああ、彼女がいるんだ。いいなあと思ったね。当時僕の家は教会だったんだけど、鬼頭と段がパイプオルガンが見たいというので、一緒に連れて行ったんだ。たまたま親父がいて出てきたんだけど、鬼頭は全くひるむ様子もなく。 生意気なことをいっぱい喋ってる。もうこちらはハラハラ。でも二人が帰った後、親父が、あの鬼頭という男は、なかなか骨のあるやつだと言っていた。若い男生と話ができて、親父もきっと嬉しかったんじゃないのかな。昭和18年7月、音楽学校生徒は、軽井沢で行われた、学徒挺身隊という名の軍事教練に参加した。一週間くらい行っていたと思う。 他の大学や専門学校の生徒も来ていたが、各学校ごとにまとまって行動していた。僕はそこで、管楽器の上級生に殴られた。その時、作曲家のやつら聖域だという言葉が飛んできた。その頃の管楽器の生徒の中には、音楽学校へ来る前に、学校の先生なんかやってた人が何人かいて、そういう人たちから見れば、僕なんか生意気に見えたかもしれない。 しかし、そういう時に、ダン・イクマなんかは殴られなかった。彼は、やんごとなき家の生まれだったので、特別扱いされていたようだ。僕は、後日海軍に入って日常的に殴られたが、人に殴られたというのは、軽井沢が初めてだった。兄が、学徒出陣で出生する直前の昭和18年秋、名古屋や奈良などで開催された東京音楽学校の演奏旅行の機会に、 四五人の同級生仲間と一緒に家に立ち寄った時のことです。金さんといって、朝鮮出身のものすごく背が高い人がおり、コントラバス奏者だということでした。作曲家の兄はオーケではティンパニーを受け持っていましたが、この日は友人の使うシンバルをリュックに背負っていました。そういう気の優しいところもあったのです。家で食事をし、お酒も入ってみんなは、 四季の中の秋の歌を歌ったりして、賑やかに騒いでいました。その時聞いた話だと思いますが、どこかの演奏会の最中に突然停電があった、そうです。ちょうど兄がティンパニーを打っている時でしたが、兄はそのまま病死を取り続けたので、他の人たちも止まることなく、演奏を続けられたということでした。四季者は見えなくても音は、聞こえるからね、と祝っていました。 1943年6月、学徒への動員猶予は撤廃され、本来ならば、昭和20年卒業予定の教一ら本科生も、新旧5ヶ月後に繰り上げ卒業を余儀なくされる。9月21日、徴兵猶予の全面停止が決定。当時温校生は卒業後、陸軍富山学校軍学隊に進む者が多かったが、教一は海軍航空隊を死亡した。 一種軍装を身にまとい、京一は満足そうに語っていたという。同期の第1熊は陸軍の軍学隊に入ったが、海の方が何と言ってもスマートだから11月に海兵団入隊後航空機操縦士の適正検査に合格、12月に学徒動員令が下ると10日、第1期高専修予備生徒として学徒出陣、クレチンジュフ大竹海兵団に入団。 翌年2月に三重海軍航空隊に入り5月には基礎協定を終了した。この頃父、義一と三重へ面会に行った妹、秋子はその時の様子を次のように記している。私が最後に兄と会ったのは兄が大竹の海兵団から三重県津のカラスにあった三重航空隊に移った昭和19年の4月か5月頃でした。 正式の面会はできなかったので、外出許可の出た日に、津にあった古くからの取引先の酒屋で会えるよう父が取り計らったそうです。もしも、その酒屋に入ったことを見とがめられるようなことがあったら、トイレを借りたことにしようというほど慎重にことを運んだと聞きました。検閲の厳しい中で、そのような話をどうやって進めることができたのか、今考えると不思議な気もします。 さて当日、父と私がそのお店で待っていると、白い布でくるんだお弁当を手に、海軍の制服姿の兄がやってきました。家からは、お腹を空かせているだろうとおはぎを持っていきました。兄のお弁当は、おにぎりとイワシと人参の煮付けでした。好き嫌いが多く、肉が好きで野菜嫌いだった兄が、人参を指先でつまんで、口に運んでいるのを見て妙に感心したものでした。 探検も見せてくれて何か言ってましたが、私にはよくわかりませんでした。やがて京一は、商尉候補生に任せられ、福岡県の追記海軍航空隊に転勤する。追記で同期だった大多量は、後に京一の様子を次のように記している。厳しい訓練に明け暮れた飛行時間の合間に、あるいは夜のわずかな休憩時間に、生徒間の一遇で端正な顔を傾けて、 一人五千紙にペンを走らせている彼を見ることがあった。そんな時実のところ私は、この激しい訓練の中にあって、なお物に疲れたように作曲に励む彼の姿に、驚きと異形にも似たものを感じないわけにはいかなかった。そして、彼が自分とは別の社会の人のようにさえ思えた。学業途中で海軍に入った、彼は、上野の音楽学校出身だということで、ついきでは、 軍歌演習の指導を受け持たされた。日曜日の夕方軍歌集を高く上げ、歌いながら行進する二百数人の同級生の大きな輪の中心に、京一はすっくと立っていた。いかに強風とか、航海の海戦とかの海軍特有の軍歌をまず彼が一節ずつ歌った。同期の総員は京一が一節を歌うと、それに続けて声を張り上げた。 作曲家出身の彼にとっては、この役目は必ずしも嬉しくはなかったと思うが、我々から見ればその時の彼は、殺草としていた。築城に移って5ヶ月ほど経った秋、京一は代表作となる歌曲、雨を完成した。10月30日から11月3日、作曲完成の書き込みあり、昭和20年2月、特攻隊に志願する。この時の気持ちを、京一は、 いとこの佐藤正友に次のように語っている。志願するまでは苦しい。しかし出してしまい、発表になってしまえば何も苦しむことはない。同年4月、かつて東京音楽学校専科で共に学んだ笹井知恵子と追記で奇跡的に再会する。その時の模様を、サ位は霞が浦一層の中で次のように記している。4月、 副官だけシーダの山深くに疎開した。ある日、帰宅のため、シーダ駅のホームにいると、にこやかに近づいてくる、見知らぬ士官がいた。相手は帽子を取った。機体は、ハッとするような、白さであった。眉から、下は黒く、くっきり色分けされた感じである。鬼頭京一と、自己紹介し、入学式の時一緒だったという。そういえば、 こんな人がいたようなという程度の記憶であったが、ともかくその記憶に驚いた。以後は、休日ごとに、ピアノがある支え家を訪れ作曲に励んだ。5月17日、3位が作曲した歌曲、石別の風教一が四部合唱に編曲。直後命を受け、山形県神町航空隊に転属することになる。別れの駅頭での様子を、3位は、 ただ一人の弟子の中で次のように記している。ひなびた小さな駅の待合室で音楽の楽天の本を囲んで話しながらお別れすることにした。まとまった話をするでもなく楽譜の音程の隔たりを目で追いかけながらページをめくっていた。ただ時間だけが静かに過ぎていくように思われた。かつての音大生が二人そこにいた。校内はゲートルをつけたおじさんや、 門んを着たおばさんたちで溢れていた。が、不思議に海軍士官はいなかった。もう帰らねばと思い、立つと鬼頭さんも立って、突然、言語で、プッチーニのオペラ、蝶々夫人の中のある晴れた日にを歌い出した。透き通るようなテナーであった。遠い一点を見つめて、直立不動で歌っている。その声は神々しいまでに済んで美しかった。周りの人たちは、 一瞬戸惑いを見せたが、海軍の士官さんが歌うておられる剣と、応用に構えてくれていた。私も気恥ずかしかったが、帰るに帰られず黙ってうつむいて聞いていた。歌が終わったのをきっかけに、私は軽く会釈して、下り線のホームの方へと、足早に去った。神町航空隊では93中連で、突入訓練を開始するとともに、6月1日付で、少尉に任官。 7月1日、霞ヶ浦第312航空隊に赴任。日本初のロケット戦闘機、修水搭乗員に養成部隊としての訓練を開始した。今日一の霞ヶ浦での様子は、柏にあった陸軍飛行場に詳しい。312航空隊イコール修水隊の中核は、全員が大学、高等専門学校の理科系及び市販科卒で、 構成された実験部隊であり、軍隊というよりは学校のサークルのようと言われるほどアカデミックなものだった。霞ヶ浦航空隊の宿舎である夜、消灯時間を過ぎても、士官控室からはレコードの音楽が流れていた。それは、なんと、適正音楽イコールジャズ。しかし、宿舎に響いた副司令の大声は、士官室、消灯時間を過ぎておるぞ。決して、 流れている曲を責めるものではなかった。これが陸軍や別の部隊ならば、と隊員の誰もが思ったという。航空隊の一人の証言によれば、ジャズのレコードをかけたのは鬼頭だったという。厳しい訓練に明け暮れる、毎日のほんの安らぎのひと時、今日一も間違いなくジャズを聴いていたのだ。7月29日、タッチゴーの訓練直後の13時10分。 京一らの機体の直前をヘリコプターが通過、これを避けようと式隊は、延滞号に激突。京一は23年の短い人生を終えた。終戦まで、あと17日であった。航空隊から直ちに京一の名古屋の実家にあて、殉職の電報が送られた。しかし中心街、錦式にあった実家は空襲で消失。家族は、死都部の格王山に仮住まいしていたため、 知らせが届くことはなかった。ただ、殉職の翌30日、父、義一と京一の婚約者が面会のため霞ヶ浦に着いており、二人も三列し翌日もしくは翌々日、舞台葬が行われた。その際の様子を集水会関係者が次のように証言している。彼は、学生結婚していたのかな、奥さんだか恋人だろうか、ひどく泣いていた方がおられたのを覚えています。 8月4日、員一に海軍の同僚数名も付き添い8月4日、遺骨は、京里、名古屋に戻った。葬儀の翌日、一人の士官が鬼頭家を訪れ、次のように証言している。禁じられていたことですが、ヘリコプターが前方を通過しました。それで事故が起こったのです。決して郷一たちの過失で起こった事故ではなかったことを伝えるため、 この士間は来訪したのだと親族は察したという。玉音放送から10日余りが過ぎた8月26日、京一と追記で同期だった大多量は、福音のため距離長野県に向かうべく、常磐線で上野へ出て、新宿駅から中央線周り名古屋駅の列車に乗った。車内は混み合っていたが、 やっとの思いで列車の一角に席を閉めると、前の席に英霊と書かれた白布に包まれた箱を抱いた一人の娘が座っていた。大田は遠慮がちに、英霊はどこで亡くなられたのか、と彼女に尋ねた。霞ヶ浦の航空隊でございます。やはり、海軍の飛行機乗りであられましたか、学徒出身でございました大田はもしかして、基地で一緒だった人ではと思い。 何期の人か尋ねるうち、なんとその遺骨は、旧友、鬼頭京一のものということがわかる。以下に、大多自身の文章を記す。私は、自分が鬼頭と海軍の同期であり、福岡県の追記航空隊で一緒に訓練を受け、生活を共にしたことを話した。あまりの違遇に驚きながら、彼女に、失礼ですが、鬼頭注意の妹さんでしょうかと尋ねた。 彼女は美しい少女のような顔を一瞬好調させて鬼頭の妻でございますと答えた。私は自分の耳を疑った。そして何とも言えない感動にうったれゼックした。自分と同じ22歳に違いない同期の鬼頭、今日一にこんな幼妻があったのかと言い知れぬ悲しみを覚えた。私は鬼頭の遺骨を抱く彼女に 久しぶりに会った肉親に対するような思いでいろいろ語り合った。やがて私たちは別れる時が来た。名古屋の聖火へ帰る鬼頭の遺骨や彼女と私は立野の駅でひっそり別れた。彼女たちを乗せた列車が西の山階に消えてゆくまで私はホームに立って見送った。人影のなくなったホームに佇み私は安全たる思いで明日からの祖国日本を思い。 また彼女のこれからの人生を思った。昭和50年、笹井千恵子が自衛隊の機関誌に書いた京一の追悼文が愛知一中時代の同窓生の目に触れ、遺族と連絡が取れ、京一のその後を探していた段育馬ともつながった。名古屋で鬼頭さんを忍ぶ会開催が決まり、同年9月10日、朝日新聞名古屋版に石仏の富士ヒツプ写真と共に、 響け家人中遺作の曲と題した記事が掲載された。9月23日、愛知一中時代の同期生や追記時代の海軍同期生ら25人が集い、3位のエレクトーンで石物の符が演奏された。また、京一の妹、佐藤明子と知人、三宅悦子により前日に録音された雨のテープが会場に流された。20年後、京一の弟、 鉄尾により、兄、鬼頭京一という講演が行われ、再び、雨の録音が流された。戦後70年にあたる平成27年4月30日、東京、中日新聞に掲載された、創生の才能音色響けという記事をきっかけに、鬼頭京一は、世の注目を集め、朝日、毎日、読売、日本経済各新聞で、相次いで取り上げられた。 同年7月、今一の遺品の中から創作ノートが発見され、うち三曲イコール鎮魂化。アレグレットタン町、アレグレット波長長が7月27日、東京芸術大学オープンキャンパスの一環として、総学堂で行われた、戦後70年夢を奪われた、音楽生徒東京音楽学校の本科作曲部1年で、出陣した二人の作品演奏会で、 村の工事作品と共に初演され、この模様は NHK 名古屋ホットイブニングで放映された。また、演奏会とは別に、歌曲、雨が長い家族のメゾソプラの森優子のピアノにより支援された。8月11日、名古屋、宗継ぐホールで行われたコーラスグループ、心に演奏会で歌曲、雨は成田七高のソプラの しげさえりのピアノにより公開承演された。このコンサートの模様は、テレビ愛知、ニュースアンサー、CBC、一方で放映され、翌12日の中日新聞、朝日新聞各長官に掲載された。12月15日、名古屋、熱田文化小劇場で、終戦を目前に才能を断たれた名古屋出身の、作曲家、鬼頭京一メモリアルコンサートと銘打った名古屋、 パストラーレガス相談特別演奏会が開催され、京一の全作品が上演された。平成28年3月6日、東海ラジオ、ラジオガモンクラブで、また5月28日には、そして音楽は響く、おかしなおかしなクラシックホールで京一が取り上げられた。この放送では、大中音が京一の思い出を語っている。平成29年7月30日、 東京芸大が創立130年記念企画として戦没学生のメッセージ。戦時下の東京音楽学校、東京美術学校を開催、今日一の鎮魂歌、アレグレット波長長、歌曲、雨の三曲が他の三人の作品と共に演奏された。大中音は次のように振り返る。鬼頭くんも村野くんも優秀な人だった。彼らの才能は 戦後生かされるべきだったし、我々同期が競争したら音楽界も面白かっただろう。雨、死、清水文子曲、鬼頭今一立花のまじろき花にはつなつの、小雨煙て立花の床式、香りふるさとに匂える明日渡摘みの潮の香り込めて、マスラオの形見とドキヌ大きキの魚名とナイツほほえみて、南に散りしマスラオの形見とキヌ数々の形見の、 死なにありし日の面影忍びとこしへの伊佐を他の経て、ふづくえに一人しよれば、立花のキーの国編に、ひねもすの小雨煙の京一は、作曲にあたり、最後の歌詞を、初夏の小雨煙ぬに変更している。人の命の定めなら蕾のうちに散ろうともわが、身のなどてを惜しむ、乱祖国に、春の来るものをし貫いた、歌曲書演習戦直前に墜落し作曲家目指した。 学徒朝日新聞は一番。佐藤明子の証言2017、ハット ABCD 鬼頭哲夫、公園、兄、鬼頭京一1990年代、ABCD、思い出すままに、佐藤明子2015、ハット ABCDE 井千恵子、霞ヶ浦追走、笹井千恵子、霞ヶ浦追走、ハット ABCDEFG 佐藤正人も、 思い出すままに2015東京音楽学校、東京音楽学校一覧時昭和16年いたり、昭和17年。AB 同期生、大中音の証言、2016、同期生、大中音の証言イコール、東京音楽学校、同性解放ナンバーワンなのハイドンのオラトリオ、式、ハット ABC 大多量、赤別の譜、イコール、貴様と俺、笹井千恵子。 ただ一人の弟子、柏にあった、陸軍飛行場、上山和夫、編著、不要処房出版2015.5戦の、証言未完の戦立か毎日新聞。昭和20年8月1日頃、集水会関係者の証言昭和20年8月、鬼頭家を弔問に訪れた霞ヶ浦所属の、海軍士官の証言、同期生、大中音の証言、2014母、重子に、 今日一が語っていた言葉、証言イコール佐藤秋子 2014AB 昭和18年10月21日、学徒出陣送別会の席で、親友、吉田茂に、ありがとうございます。